オセア書11章イスラエルが幼い頃私は彼を愛しエジプトから私の子を呼び出した彼らは呼べば呼ぶほどますます離れていきもろもろのバールに生贄を捧げて刻んだ像に犠牲を備えたこの私がエフライムに歩くことを教え彼らを腕に抱いたのだしかし私が彼らを癒したことを 彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いてきた。私は彼らにとって顎の屈行を外す者の,のようになり、彼らに手を伸ばして食べさせてきた。彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち帰ることを拒んだからだ。剣はその町ちに対して荒れ狂い、缶抜きの取っ手を打ち砕き、 彼らの計りごとのゆえに、まちまちを食い尽くす。私の民はかたくなに、私に背いている。いと高き方に呼ばれても、共にあがめようとはしない。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。どうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうか。 どうしてあなたをセボイムのようにすることができるだろうか私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。私は怒りを燃やして、再びエフライムを滅ぼすことはしない。私は神であって、人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものだ。私は町に入ることはしない。彼らは、 主の後についていく。主は獅子のように吠える。誠に主が吠えると、コラは西から震えながらやってくる。鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、彼らは震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の言葉。私はエフライムの偽りとイスラエルの家のあざきで囲まれている。 しかしユダは、なお神と共に歩み、聖なる方に対して忠実である。